です。今日は、バレンタインのお菓子を作ります。ひのちゃん、今日は何作りますか？マフィン。はい。チョコの マフィン、カップケーキを作ります。はいはい。まずはチョコレートを割ります。うん、チョコを細かくして溶かします。チョコレじゃあサラダ油を入れて、うぐるちょっと割れ目みたいなのがちょっと気持ち悪い。できてよ。グラニュー糖が 60g。 よいしょ、全部入れて。 OK、 よく混ぜます。うわー、砂糖のつぶつぶちょっと気持ち悪いな。次、卵、うまく割れるでしょうか。あ、うまいうまい。入れます。じゃあ2個ずつにしようかな。うん。ひなちゃんは好きな人にあげるんですか？うん。好きな人はいないんですか？ともちゃんは好きな人がいるんですか？はい、あげるの。にしましょうね。数が少ないかなって思ってね、レシピの倍量でやってるんだけど。大丈夫でしょうか。めちゃくちゃ量が多そう。だってレシピがカップケーキ6個分って書いてたからね。倍で全部やったらすごいことになってる。どうする、何個できるかな。どうする、50個ぐらいできたらどうする。ゲロ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 なっております。1回目が焼き上がったよ。でもこれ見て。じゃあまだ焼いてる途中だけど味見をどうぞ。なんだかそのまま焼くと広がりすぎちゃった気がするから、紙コップを切って型を作ってみたよ。じゃあ最後にちょっとトッピングして終わりにします。待って、あっちよあっちよ。え、ちょんってチョコつけてそこにポンって。なんでチョコつけてるんだよ。ひのちゃん、これでいいの？シンプルなんだけどめちゃくちゃ、うん、そっちゃんも結構シンプル。これでいいの？普通に可愛い、普通に可愛い。怖っ、真っ黒クロスケマスク。いいね。うわ、真っ黒クロスケもどき。真っ黒クロスケ、見方によっては可愛いけど。はい、ということでね、今日はバレンタインにチョコマフィンを作ったんだけど。どうですか？成功？わかんない。なんか思ったのと違うのができたような気はするけど、これはこれで可愛いんじゃないかな。うん。ちなみにこちらはちょっと失敗。ちょっと焦げてる。うん、それじゃあみんなまたね。バイバーイ。バイバーイ。頑張ってあげてね。チャンネル登録がまだの人はポチッと押してね。